16日間にわたって中国で開催された杭州アジア大会は8日に閉幕。日本は今大会で金メダル52個を含む188個のメダルを獲得した。期間中に生まれた各国の選手による友情の名場面や、思わず驚く衝撃の光景まで様々なシーンを振り返る。今回はまさかの陳時。油断で金メダルを逃した韓国選手には、厳しい声が寄せられた。 画像、世界で最も恥ずかしい銀メダルだ、油断した韓国選手が0.01秒差で金メダルを逃した瞬間0.01秒差で金メダルを逃したのが、1日に行われたローラースケート男子3000メートルリレー決勝の韓国代表だ。アンカーのチョンチョルウォンが先頭でゴール目前に。優勝を確信し、両手を突き上げる万歳ポーズを取った。ところが、 後ろから迫っていた台湾の王玉林は諦めず、懸命に左足を伸ばしてゴールイン。結果、台湾のタイムは4分5秒692、韓国のタイムは4分5秒702で金メダルは台湾となった。韓国メディア、マイデイリーは、世界で最も恥ずかしい銀メダル、とこのシーンを批判。チョンチョルオンは謝罪したが、国民の怒りは止まっていない。 金メダルを取れなかったからではなく、最後まで最善を尽くしていなかったからだ。スポーツの精神を忘却したからだ、とも伝えた。金メダルなら兵役免除だったが、それもなくなった。開催地、中国の SNS の、ウェーボー、でも、韓国チーム、早く喜びすぎて金を逃す、が検索トップに上がるほどの衝撃だった。ンジは米国でも報じられ、スポーツ専門誌。 スポーツ・イラストレーテッドは、韓国のスピードスケーターが早く祝いすぎて金メダルと兵役免除を失う、とこの出来事を伝えた。アジア大会では女子バレー日本代表がアフガニスタンに、25の2、25対0、25から5の驚きのスコアで圧勝を収めたり、競泳女子 4×100 メートルメドレーリレー予選で女王。 中国の背泳ぎ第一 A 者がリアクションタイム0秒16という大幅なフライングで失格になるなど珍しいシーンも多数生まれたが、ローラースケートの油断が招いた金メダル逃しは特に大きな関心を集めた。ザ・アンサー編集部。